クイックはな、なんかパッと見見たら強いんよ。だって見たらわかると思うんだけどさ、まあ現環境一番ぶっ壊れてると言われている単体宝具のエッちゃんしかり、ずっと笑ってくれるエドモンパイセン、それ以外だと光、あれクイックのサポーターが増えてきたら人権を取るであろうと言われているアムールのカレンで、カーマとかね。まあジャックちゃんは最近使われないけど、一時期ジャックちゃん女性特攻でめっちゃ強かったしな。で対抗棒なんてぶっ壊れてるしなみたいなんで、なんか思ったより結構やべえやついっぱいいるのよ。でそこが星4とかになっていくと、やっぱ配布の方が強いかなみたいな、やっぱ配布強いよねって話になって、あーけどあれだね、大黒天は強いな、シンプルに。とかまあけどパッとしていないよで、割とあれなんか数えてみたら思ったより強いやついるなみたいな感じで、テイレアに関してもぶっ壊れてるこいつでしょ、ぶっ壊れその2でしょ、いるんよ、思ったより、思ったよりいるんよ、やべえやつが。思ったよりいるのになんでパッとしないんだろうって思って考えてみると、 Q のサポーターがいないよな。Q のサポーターが実質この子とね、この子だけなんよな。悲しいよね、バナージ。まあバゼットさんはちょっと特殊枠な気するけどな。バゼットさんはシンプルになんかあの後出しじゃんけんしてるだけなんで、この子はどちらかっていうと微妙みたいな感じになるかもしんないけど、まあこの子は例外って捉えていい気する。多分ね、一番初めにぶっ壊れたのが Q だったんよ。一番初めにぶっ壊れたのがこの子なんよ、割と。この子とこの子が Q の環境をなんか作ったんだよね、超昔なんだけど、超昔なんだけど作ってて、それがなんか落ち着いたら全然 Q が強化されなくなってたっていう。ドーマンはね、なんか Q じゃないみたいなこと言われて、その意見に関しては正直その通りだって思うんだけど、この子ね、あのこの子が一番 Q が強化されて恩恵受けた子、一番。なんでかっていうと、ドーマンでクリティカル運用しよう、ダブルドーマンクリティカル編成しようってなった時に、多分使ってる人だったらわかるんだけど、うわ星がねえなってなるんだよね、スターねえなってなっちゃったりするんだけど、その時になんかうまいこと Q チェインして、あの宝具込みの Q チェインとかで結構いろいろ狙うことができたりするんだよね。もしくは Q 指導のマイティチェインとかでも火力出てたりっていうのがあったりして、こいつはね、割とまあもちろんバスターアーツとかの方が強かったって言われたら確かにそうだよなってなるんだけど、 Q の強化がされてある意味一番生きてるのはこいつって俺は思ってる。なんかある意味こいつとは噛み合わせが結構良くなったのかなーって感じかな。だからまだまだマシな方って感じ多分ね。けどこいつね、バスターだろうがアーツだろうが絶対言われるんよ、別にこいつアーツ宝具じゃなくてよくねとか、バスター宝具じゃなくてよくねって多分言われてると思う。で、仮にバスター宝具とかだった場合、クリティカルが全然できなくなっちゃうから、まあ、バスター宝具よりもまあ、Q でよかったんじゃないみたいな。そんな感じはするね。クイック見ると自分で、実質で自分で賄って生き残ってるっていうイメージある。そう、実質 Q のサーバントバーって見てみると、スペック高いキャラクターは、しかいないんだよね。なんか他のキャラクターに依存するじゃなくて、自分が強い。みたいな感じ。だから割とね、この子たち便利なんよね。だからその中でちょっと唯一異質だなって思うのが対抗棒。こいつはなんかおかしいね、やってること。だって味方全体にね、なんかバフ巻きながらさ、なんか魔性申請やりながらさ、NP 配ってさ、なんか申請特攻やるわけでしょ?お前は一体何を言っているんだって言っても過言ではないぐらいにこいつぶっ壊れてるからな。強いんよな。なんでっていう。わあ。強いや。なお、めっちゃ使うかって言われるとそんな使ってない。集会でたまに使うぐらいや。
ああ、過激おさんは高難易度キラー感あるよね。いや、けど、過激おさんはいつか、お前、源氏な、ブーン、ダダダダダーンってできるって信じてるから。ダダダダダーンってできるから。俺はそう信じてる。けど、ワンチャンガチで思うのがさ、宝具打ったタイミングでさ、なんか攻撃を食らった後、相手に後出しでもいいから、源氏属性つけるみたいな。やっていいんだよなーって思ってる。あ、ワンワン強いよ。玄関今日ガチワンワン強いよ。昔は新宿のワンワン外れだって、ガチで言われてたんだけど、今ワンワンガチ強いよ。強いて言うんだったら、第一スキルの防御力アップが3ターンになってくれねえかな。って思うぐらいで、なんか、こいつ今結構ぶっ飛んで強いよ。新宿のワンワン。マジおすすめしたいサーバント、ナンバーワンではないけど、入ってくるね。ワンワン、ワンワン強い。強化解除が刺さる環境になったねって感じ。あー、それでさ、なんか俺最近見たんだけどさ、水着なぎこの、なんかあれ、評価が爆上がりみたいなさ、なんかまとめ記事を見てさ、俺それを見た瞬間にさ、なんか絶対って思ったんだよな。マジで言っちゃ悪いんだけど、なんかね、怖いよなーっていう。水着なぎこさんもともとやばいんだけどな。で、宝具レベル1運用って言われたら確かにせやなってなるんだけど、3段階特攻を持ってるプラス、この子、スター大量獲得、ね、第3スキルで持ってて、第1で攻撃とクリー力上げて、第2でスター集中持ってての時点で、クリ運用できるし、スターばらまいてくれるし、何よりバーサーカーっていうのがいいんだよな。これがもし、水着なぎこさんがライダーとかだったら、正直評価変わってるんだけど、バーサーカーの時点で、この子めっちゃ便利で、第3スキルで、ライダーとかだったら、自分で産むじゃん。そしたら自分で吸って、みたいな感じで、自分でぶん殴るみたいな編成になると思うんだけど、ナゴンちゃんバーサーカーがゆえに、自分で産んで、そのまま他人に付与することもできるし、第2スキルでスター集中度上げて、自分で殴るよっていう運用方法もあるから、マジ強いんだよな、この子。水着スカリーとの組み合わせ最強だったね、この子。バスター3枚ある。まあ、バーサーカーゆえの強みよな。バスター3枚あって旧宝具で水着スカリー、いや、弱いわけがねえよっていう。なんか水着スカリーが実装されて、あれ、バスター3枚型が強くなったんだよな。だからアタランテとかがちょっと微妙なんだよね。水着スカリーとかが来て、弱くはないんだけど、みたいな。ちょっと微妙。ただ、フランちゃんとか、確か、バスター3枚なんだけど、こういう方はめっちゃ強いね。もうなんか、2つに分けることができたりとかするからな。リキューさんの欠点は唯一バスターが1枚なとこなんです。そうなんだよな。リキューの悪い点って、ありましたわ。クイックが3枚なんよな。これバスターが2枚だったら話変わってただろうな。ただ、まあ、リキューのいい点として、ここだね。クリティカル、自身のクリー力上げつつ、Q のクリティカルの威力アップしてるから、実質この子、スカリーバフなんすよ。確か、倍率が。リキューさんね、まだ、Q が3枚で、なぜ現環境生き残れてるかっていうと、自身のクリー力アップ 50% 3ターン、シンプルにこれだけで強い。のに、Q のクリー力をさらにそこから 50% 上げてくれるから強いんよな。 100% クリー力上げてくれる Q のやつで、そこからスカディの Q 性能アップとかね、いろいろなバフ打ってあげると Q 性能アップだけはそこでこと足りる。で、第一スキルでまあ Q 性能アップ持ってるから安定した火力出る。で、かつ Q で攻撃する前に防御力3ターンダウンするっていう、実質攻撃力アップも持ってたりするから、この子強い。あ、出雲の奥にも強いよ。俺は出雲の奥に強いって思ってる。宝具上げてえなって思ってるんだけど、
まあ、シンプルにね、あのキャスターの単体宝具めっちゃ使うことはないんだけど、刺さる場面がね思ったよりあるっていうのと、旧耐性ダウンして魔性特攻の攻撃だから火力が比較的に出しやすいっていうのと、 NP50% チャージでクリティカルするときに敵の防御力ダウンするっていうのがあるんだけど、第3スキルスター獲得しながらこの子自身でスター集中で星据えるんで、例えばで言うと、まあ初手バスターのクリティカル旧宝具とかするだけで簡単に飛ばすことできるからな。まあただ汎用性的なことを言うと、やっぱり水着の、水着じゃないわ、出雲のお国よりも汎用性がやっぱ高いってなっちゃうのが三蔵法師。やっぱこの子はやっぱ第一スキルがシンプルに強い。 NP80% チャージ配りながら攻撃力アップできるようになってちょっと壊れてる。こいつはもともと宝具威力アップだけで宝具専用みたいな感じだったんだけど、単純に強いねこの子。あとバーサーカーの適性も持ってるし、あと工場で入手できやすいっていうのが結構な強い点やな。まあただこの子は三蔵法師はクリティカル運用できないんで、クリティカル運用しようって思うんだったら出雲の国の方が強いね。